みんなで作るマスラボのシャイスプロです。さあ今回はですね、非常に奇妙で面白い問題をいただきました。奈良中学校ですね、3年生すごいね、やっぱり YouTube っていろんな中学生高校生からもう両門ね DM とか LINE いただいてるんですけれども、これです。でも解いてみてくださいということでですね、だったんですけれども、意外と一瞬で分かればできますという感じでした。で今回もですね、もう考え方一緒にやっていきますけど、どうですかね。もしこれ初見で解くとした時に、まあ言うたらこれ中身がちょっとよくわからないってなる方いると思うので、ここをですねちょっとまあ A としましょうか。 A とするとこれどういうことかっていうと、結局まあこんな感じになりますよね。 OK、 この足す1足す1ってどっちについてんのってなるかもしれませんけれども、まあこうなると、つまりまあこれを解けってことですけど、まあルート A が何かをわからないとダメですよね。まずはこの中身を計算しなきゃいけないとなった時に、 2021×2019、 確かにもうご利用しでね、もう筆算しちゃいますみたいな、でもいけますけれども、何か工夫が必要だと。そして何よりこいつですよ、プラス1。何？わざわざプラス1ってことは何かちょっと工夫しなきゃいけないなというはずになるわけです。どうですか？どう思いますか？これですね、ひらめきました。皆さんひらめきましたか？これ素因数分解の時にやったことを使えますよ。例えばね、 99×101 ってさ、これどうやって計算するかっていうと、 100-1×100+1 ですよね。これって和と差の積ですから、100の2乗引く1の2乗、つまり9999になる。で、素因数分解の時にどうしたかっていうと、9999を素因数分解してくださいみたいな言われた時にこうしましたよね。で、このようにしてこうしました。つまりこれが何かける何ですかっていう時にこう使いましたけど、今回逆です。こっからこういう発想をしていくんじゃないかなと。 OK、 つまりよ、2021と2019、これを2020+1と2020-1で見たらどうなりますかと。 OK、 つまり掛け算、納金で掛け算みたいな感じ、人いますか、いるかもしれませんけれども、これを掛け算すると、つまりちょっとこの中身ね、中身をこれちょっと計算すると、結局これが2020+1×2020-1+1になると。したらここがなんとですね、面白い、2020の2乗引く1の2乗足す1と。なんでプラス1だったかっていうと、ここが消えるからなんですよね。つまり2020の2乗のルートになるってことは、ここが2020になるんです。 OK、 つまりここルート A っていうのが2020になりました。ってことはよ、次僕たちが計算しなきゃいけないのは、2020×2020+1ですけれども、これも同じじゃないですか。そういうことかと。どんどんこれルートが外れるんですね。2021+1 2021-1+1ということでですね、これ2021の2乗のルート2021が答えとなりましたという問題でした。これは別に入試問題ではないっぽいんで、なんかオリジナルで作りましたって言ってたんですけれども、まあ、入試に出てもおかしくないですよね。2022にしようと思ったら、ここを2023と2022と2020に変えたらいいので、まあ、結構ですね、これ面白い発想だなと思いました。しかもね、中学生の因数分解だけで解けますので、ぜひこの問題友達に出してみてくださいということでね、本当にありがとうございました。ぜひですね、今後、リクエストとかありましたら、Twitter の DM とか LINE の方で、どしどしね、ご応募ください。それではお疲れ様でした。バイバイ。